おはようございます。シネマトグラファーの大畑です。今回はダヴィンチリゾルブの動画編集で役立つ中級者向けのショートカットを10個紹介したいと思います。まずはカット編集の効率を上げるリップルトリムに関するショートカットから見ていきたいと思います。で、今度はシフトを使ったショートカットでめちゃくちゃ便利なものがあるんで紹介しますと、例えばこのテイク、こっからが使いどころだとしますね。そうすると、これ以前のクリップを消去したいっていう場合は、一番効率的なのはシフトとコマンドと鍵括弧マークを押すと、ここのカーソル以前の部分を消去した上で、このギャップを閉じてくれるっていう。一回やってみますね。こんな感じです。これは用語としてはリップルトリムっていうらしいんですけども、普通にやるとここでブレードツール入れていらない部分を消去して、でこのギャップを閉じるみたいな、こういった作業をするんですけど、これをクリック1個でできるっていうことです。で、逆にこのカーソルより前方部分がいらない場合は、同じようにシフトコマンドで鍵括弧の右閉じるっていうマークですね、これを押すとカーソルより前方のものが消去されて、そのギャップが自動的に閉じるっていう、これは便利なツールですね。で、今あった操作の中でブレードツールでクリップを切断していらない部分を消すっていう上で、さっきのリップルトリムを使わない場合は、こういらない部分を選択してシフトを押しながらデリートを押すと、消去しながらそのギャップを埋めるっていうことができるようになります。で、あとは他の回で Tips として紹介した自動選択ボタンを選択する上での便利なものとしては、シフトを押しながらこの自動選択ボタンを押すと全部外したり全部有効にするっていうことができますね。で、オプションを押しながら選択するとそのトラックだけをアクティブにできる。で、また同じようにもう一回オプションを押しながらこの自動選択ボタンとこう押すと選択したもの以外のトラックを有効にできたり、こんな感じでオプションボタンというのを使えたりもしますね。で、次がオプションですね。結構これ頻繁にあることだと思うんですけど、例えばこうやって編集してる中で、本当はここに5フレーム足したかったなと思って、このカーソルより前方にあるものを全部移動したいっていう場合は、オプション Y って押してこうやって移動させてもいいですし、オプション Y って押した上で例えばプラス500で打つと、これで5秒分前に進めるっていうことができたりもします。なのでオプション Y っていうのは結構使いますね。で、あとは映像と音のリンクを解除したりまた復帰したり、まあこれも以前紹介しましたけど、オプションコマンド L、 この動作は何回もやると思います。例えばこのクリップだと音声のトラックが4つあるんですけど、使うトラックが一番上のトラックだとしたら、こんな感じでクリップを選択してリンクを解除していらないトラックをデリートして、でまたリンクを復帰するっていう、こういうことができます。もっと時短したい場合はオプションを押しながらいらないトラックを選択してでデリートする、これだけでことが済んだりもしますね。で、このオプションと選択っていうボタンはこういった感じで、指定のトラックだけをこうリンクが有効な状態でも選択することができるっていうことで、すごい時短のショートカットになります。これもすごい繰り返し使うものなんですけど、例えばここのクリップを今2倍拡大しましたと。で、ちょっと位置も移動して、まあ例えばこんな変形をしたとしますね。で、これを他のクリップでも同じ設定にしたい場合は、一回コピーして属性のペーストっていうものをやります。この時はオプションと V を押して、この場合だとビデオに対する効果なのでビデオ属性っていうのをオンにして適用します。で、これで変形のデータが他のクリップにも簡単にペーストできるようになります。あ、一個大事なのがありました。例えば今ここに編集点があって、ここの間に他のクリップを挟みたい、コピペで挿入したいっていう場合は、挿入したいクリップをコピーしてここのカーソルの位置でシフトコマンド V って押すと、ここに挿入することができます。これも結構よく使いますね。まあ
このあたりを手に癖をつけとくとカット編集はものすごく早くなると思うんで、よかったらぜひ使っていただきたいなっていうところですかね。